こんにちは、ミントです。レース好きの方は今何に注目していますか？ F1 ですか？インディーですか？それともスーパー GT？ レースは毎年毎戦決まったチームドライバーが勝つのではつまらないですよね。もちろんチームは他のチームよりも優位に立つため日々努力をしていますが、その差があまりにも大きく、そして分かりづらい、理解しがたいルールに縛られるカテゴリーは必然的に人気はなくなりますよね。多くのファンはドライバーの腕で抜きつ抜かれつの白熱したレースを期待しますよね。そんな中、根強い人気があるのが MotoGP です。最終ラップの最終コーナーまで見どころのある MotoGP は見ていて本当にハラハラドキドキしちゃいますよね。そんなバイクレース最高峰の MotoGP では、これまでに多くの日本人ライダーも参戦し活躍してきました。今回は MotoGP に参戦し、将来を有望視されつつ残念ながら亡くなってしまったライダー、そして素晴らしい実績を残しつつ亡くなられた偉大すぎるライダーをご紹介します。ニッキー・ヘイデン。米国ケンタッキー州オーエンズボロ出身のニッキー・ヘイデンは2002年 AMA スーパーバイクで史上最年少でチャンピオンを獲得しました。翌年の2003年からはホンダのワークスライダーとしてレプソルホンダから MotoGP へ参戦しました。その後2005年米国グランプリでポール・トゥー・ウィンで MotoGP 初優勝を達成しました。この年は6度の表彰台を獲得し、安定した成績でランキング3位で終えています。そして2006年もシーズンを通し安定した走りで念願の MotoGP チャンピオンに輝きました。その後も数多くのレースでファンを熱狂させ、2016年からはスーパーバイク世界選手権 WSB に参戦し、第6戦マレーシアグランプリで初優勝、シーズン3度の表彰台獲得で総合5位と活躍しました。そして2年目となる2017年第5戦後、イタリアのリミニ近郊でサイクリング中に不慮の自動車事故に遭い、5日後に亡くなってしまったのです。 MotoGP のチャンピオンの死は世界中に衝撃を与えました。加藤大二郎。3歳の時にポケバイをプレゼントされたことから始まった大ちゃんこと加藤大二郎さんのレース人生。彼は順当に勝利を重ねステップアップ、16歳の時には九州選手権で3クラスに参戦、全てのレースで勝利するという偉業を成し遂げました。そして1997年全日本選手権で元世界王者の原田哲也さんとの壮絶なバトルを制し、初のチャンピオンとなりました。その後2000年から世界選手権 GP250 に参戦し、3戦目の日本グランプリで早くも初優勝を挙げました。この年は年間3勝3位で終え、翌2001年には11勝を挙げ GP250 の世界チャンピオンとなったのです。2002年からは MotoGP と名称が変わった最高クラスに参戦しました。参戦初年度は明らかに劣るマシンでしたが、ポールポジション、2位表彰台を獲得するなど随所に大ちゃんぶりを発揮していました。そして2003年、元王者のバレンティーノ・ロッシから最大のライバルと称され、日本人初の最高峰 MotoGP のチャンピオンが期待されていました。そして迎えた鈴鹿での日本グランプリ、決勝レースでは4位争いを繰り広げていた3周目、高速の 130R の立ち上がりでバランスを崩し、そのままバリアに激突してしまいました。そして2週間後、意識を取り戻すことなく亡くなられてしまいました。彼の才能、将来性は日本だけでなく世界の財産とも言えるものでした。2004年5月8日、イタリアミサノサーキットに通じる新しい道路が完成しました。その道路の名は加藤大二郎通りと命名されているのです。マルコシ・モンチェリ。アフロヘアが特徴の愛すべきイタリア出身のマルコシ・モンチェリは9歳でイタリア国内のミニバイク選手権を2年連続で制しました。2002年にはヨーロッパ選手権 125cc クラスのチャンピオンとなり、世界選手権の 125cc クラスにも6戦出場しました。2006年からは 250cc クラスにステップアップし、2008年に悲願のタイトルを獲得しました。そして2010年から最高峰 MotoGP に参戦、
初年度は年間8位でシーズンを終えました。 MotoGP2 年目はチームメイトに日本の青山博を迎え、随所で活躍を見せていました。そして迎えた10月23日のマレーシアグランプリ決勝レースの2周目、突如前輪のグリップを失い、マシンはコースを外れていきました。必死に立て直そうとしたシモンチェリのマシンはコースを横切るような形になってしまいました。あまりにも急な動きに、後続車のコーリン・エドワーズとバレンティーノ・ロッシの2台は彼をかわすことができず激突してしまいました。その衝撃でシモンチェリの体はヘルメットが脱げた状態で投げ出されてしまいました。すぐさまメディカルスタッフが駆けつけたが、すでに心肺停止状態で、その後死亡が確認されました。彼の葬儀にはファン数万人が訪れ、悲しみに暮れたのです。阿部則文、ノリック愛称で世界中から愛されていた阿部則文さんは東京都出身で、5歳からポケバイに乗り始めました。そして15歳で渡米し、モトクロスで修行を重ねたのです。1993年には全日本ロードレース選手権の最高峰 500cc クラスに参戦。なんとこの年、史上最年少の18歳でいきなりタイトルを獲得したのです。そして翌1994年日本グランプリで現在の MotoGP の世界選手権 500cc クラスにスポット参戦。いきなりケビン・シュワンツ、ミック・ドゥーハンとトップ争いを繰り広げましたが、ラスト3周で転倒しリタイアしてしまいました。しかしこの時の凄まじいインパクトは世界中に衝撃を与えたのです。この勇姿を目の当たりにしたバレンティーノ・ロッシはノリックを称え、自らをロッシ・フミと名乗り、彼にサインを求めたといいます。翌1995年から世界選手権 500cc クラスにフル参戦し、1996年の日本グランプリで見事優勝を飾りました。その後2005年からはスーパーバイク世界選手権、2007年からは13年ぶりに全日本ロードレース選手権に参戦していました。しかし2007年10月7日川崎市の市道を大型スクーターで走行中に U ターン禁止区域にもかかわらず、突如 U ターンしてきたコンビニ配送のトラックに衝突し、病院で亡くなられてしまいました。世界中で愛されたノリックこと阿部博文さんは32歳という若さでこの世を去ってしまったのです。いかがでしたか？バイクの世界選手権には多くの日本人が参戦しています。その最高峰の MotoGP には今後も日本人に活躍してほしいですよね。今回ご紹介した4人のライダーはあまりにも偉大すぎます。彼らが残してくれた思い出は決して消えることはないですね。ご冥福をお祈りいたします。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。